バーリントンはアメリカ海軍の懲戒フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はアイオワ州バーリントンにちなむ。バーリントンは海事委任契約の元1943年10月19日にカリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチール社で寄港した。1943年12月7日にフィレンツイコンラット夫人によって命名浸水し、 1944年4月3日に、艦長 E.B. カールソン沿岸警備対象者の指揮下、就役した。成長及び成長後の信頼性試験を終えると、バーリントンは8月1日にカリフォルニア州サンペドロを出港した。最初の配属でエスピリトさんと島に向かった、バーリントンは西ニューギニアにおいて紹介及び護衛任務に従事した。 その後10月16日から11月18日まで、レーテ島攻略に備えて、ニューギニアとフィリピン諸島間を航行する船団の護衛を担当する。12月3日に戦闘地帯を離れたバーリントンは、カリフォルニアに帰還12月25日にサンフランシスコに到着し、信頼性試権を始めた。修理及び歓迎地における活動のための装備が完了すると、 バーリントンは1945年2月18日にサンフランシスコを出港し、アリューシャン列島での5ヶ月に及ぶ紹介及び護衛任務に入る。同年の初夏にワシントン州タコマへ向かうよう命じられ、信頼性主権及びソ連海軍への対応の準備が行われた。修理は7月18日から8月2日まで行われ、作業が完了すると8月8日にアラスカ州 コールドベイに向かった。同地でソ連海軍の兵士を訓練し、バーリントンは1945年8月26日に退役、翌日にレンドリースポーに基づき、ソ連海軍に対応された。ソ連海軍は4年近くの間運用し、1949年11月14日にバーリントンを返却した。返却されたバーリントンは日本で予備役として保管されたが、 1950年6月に朝鮮戦争が勃発すると横須賀でオーバーホールが行われ1951年1月5日に最終駅した。横須賀沖での成長及び訓練の後、バーリントンは朝鮮半島海域に向かった。3月14日から4月24日まで元山港及び白津で作戦活動を行い沿岸目標への艦砲射撃、 湾ン入り口での管制官任務、紹介及び護衛任務に従事した。佐世保での短期間の信頼性試験の後、バーリントンは戦闘地帯へ戻り、5月11日から6月8日まで、元山、清津で漢方射撃や紹介を行った。1951年の夏の間、バーリントンは第92及び第77任務部隊に所属し、 韓国東沿岸の補給地帯において護衛任務に当たった。9月後半に横須賀でオーバーホールを行い、12月5日に韓国水域での護衛任務に復帰した。1952年7月初めまでバーリントンは戦闘任務を継続し、定期的に佐世保において修理、訓練を行った。7月3日に佐世保を出港し、フィリピンに向かったバーリントンは、 ルソン島西海岸沖での演習に参加し、その後みんなの島のダバオまで巡航した。バーリントンは9月3日にマニラ湾を出港し、横須賀に向かう。1952年9月15日に横須賀で退役し、1953年5月28日に除籍、6月26日にコロンビア政府に売却された。コロンビア海軍では、 アルミランテブリオンの官名で収益した。バーリントンは第二次世界大戦の先行で2個の朝鮮戦争の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。